ちょっとこの動画はおそらく大会の動画は2本目になってると思うんですけど、ちょっとここでお知らせです。まず今後ですね、大会の動画を上げていくと思うんですよ。おそらくグランドオープンまでには、まあ全部の試合ですね、録画した全部の試合の大会の試合を投稿したいと思ってるんです。いやー、グランドオープンじゃ間に合わないかな、まあ3月中か、まあ4月中ぐらいまでには全部の試合を投稿したいと思ってるんですけど、まずちょっと投稿のですね、頻度とかをお知らせしたいんですけど、まずこの大会は、まあ、サブみたいな感じで、あんまりオープニングとかエンディングはなくして試合だけを流す形を撮りたいと思っています。なんでまあそういう形になるんですけど、まず大会の動画は、まあ、普通の動画ですね。例えばガチャを引く動画だったり、まあ、最強決定戦の動画だったりですね、まあ、そういう動画ともう一本プラスしてこの大会の動画はですね投稿しようと思ってます。まあおそらく毎日したいなとは思ってるんですけど、なんでまあ1週間あるとしたら、まず、まあ、2本ですね、動画が出る日が、まあ、あると思いますというのが一つですね。でまあプラスして、まあ普通の動画ですね、例えばガチャの動画とかが休みの日があるんですよ。まあそう、絶対的にここが休みとか決めてないんですけど、あ今日動画撮ってないなとか、まあ忙しい日とかですね、まあ、出せない日とかも一応この大会の動画は出ると思うんでですね、まあこれはちょっと編集ですね、あんまりしないでカットとかちょっとだけするだけなんで、まあ10分20分であとサムネを作ればということなんで、30分ぐらいでまあ動画できそうなんで、まあそういった形でこのですね全国大会の試合は毎日出ると思っていてください。なんでまあ結構後半になれるにつれてですね、結構上位マッチングとかも見せていこうと思ってるんで、まあ前半はちょっとまだですねコールドとか強制の試合が多くなってくると思うんですけど、またですね動画、まあ月の後半ぐらいですかね、3月後半とか4月頭、まあ2週目くらいまではおそらく出るかな、まあどうなんですかね、まあ何試合するかわからないんで、まあそれ次第なんですけど、まあちょっと大会の動画が続くよということを頭に入れてっていうか、ちょっと頭の片隅ですね、そういえばそういうなこと言ってたなと思って感じですね。ちょっとまあ作業中に見たりしてもいいと思うんでですね、まあ楽しみにしていてください。それでは本編どうぞ。はい、相手の方は広島純正ですね。いいですね、そよぎさんとか入ってるんでですね、いや広島純正もですねピッチャー陣が良かったら結構組みたい球団になってくるんですけどね、リアタイ的にちょっと強いピッチャーっていうのがですねあんまりいないんでですね。なるほど、まあ、ちょっと大会ちょっとガチでやりたいんでですね、ちょっと嫉妬も打っていきたいんですけどね。サークルチェンジがちょっと大きいんです。おお、いやちょっとやばいっすね、いや適当に打ちすぎかもしれない、ドロップカーブですよね。さ、いや早いか、まだちょっとタイミングですね、大会のタイミングに早く合わせていきたいんですけど、おっとボール球、さあ国保さん、いや失投だけしか打てないのはちょっと雑魚いぞ。うわギリギリ危ない、ナイス。さあ佐々木さん、おタイピン持ってるのか、強いな。野村さんですね、よーし、おおえぐいな、なかなか弾道が佐々木さんナイス。さあ倉重選手、ジュリさん、ジュリ様お願いします。よーし、まあなんとか打ててますね。いやまあこういう試合で勝っていかないとですね。さあよし、おお抜けるな。さあタイピン出ると、城島さん、はい、というわけでホークス純正対決なんですが、いいな相手ギータのベストナイン持ってるな、しかも周東さんもいると、いや現役ですね。まあそうですね、まあこっちはちょっと OB 多いんでですね、負けるわけにはいかないですね。和田さんと、さあどんな配球してくるのかな、あーちょっと上げすぎましたかね。さあなんか自分結構早打ちなんですよね、まあ、ちょっと打てると思った球打ってるんですけど、いやこれでも遅いか。さ、いや2球でツアーとか。さ集中、
よし。結構曲がるな、D って。さあ。おー、しないスパッティングと。大会って結構なんか変化球が流しやすいイメージがあるんですけど、どうですかね。さあ、小久保さん。いやー、正面かな。タイミングなー、どうなんですかね。さあ、まあなんとかですね、こっちの先発は杉内さんと抑えていきたいですね。いや、和田さん対杉内さんか、いいですね。さあ、シュートを3割に出したくないですね。いや、まあ杉内さんですね、大会では結構使える方なのかなと思ってるんでですね、しっかり投げていきたいですね。よし、キャッチャー、ナイス。いいね、守備適正のバイスなんですよね、これ。いやー、自分まだですね、このアカウントではプロスピしなかったんですよね。悔やまれますね。ちょっと長くしてきた人にはかなわないなと。例えば武田さんとかですね、個人的に欲しいんですけど、なかなかですね、過去のシリーズですね、なんで、まあ、TS で出てくることを願うしかないですよね、武田さん。さあ、佐々木さんからなんでですね、チャンスメイクしてしっかり返していきたいですね。さあ、めちゃくちゃ強いですね。さあ、なんとか変化球とかにもタイミング合わせていきたい。よし。さあさあさあ。これは抜けるか。おお、林さん。いや、抜けんか、マジか。さあさあさあ、グラシアルさん。いや、なかなかヒットが出らんすね。まあ、ギータさん打ったんですけどね。よし。ナイス戦。これは抜けますね。よしよし。ナイスヒット。さあ、上林さん。集中。いや、マジか。どうなんですかね、今の。カーソル合ってないんですかね。いや、和田さん強いな。ヤギいた。まあ、ここで打たれるわけにはいかないんでですね。いや、降ってこないな。さあ、これでどうだ。なんか変化球の方が強いのかなと感じるんですけどね、この方には。ストレートとか狙ってそうな雰囲気あるんでですね。よしよしよし。ナイスピッチングと。さあ、グラシアル選手と。0、0。おっと、これはヒットにはならないか。詰まってましたね。さあ、今宮さんですね。レギュラー、どうなんですかね。おっと、いや、なかなかトライ、いや、ストレートしか狙ってないのかな、相手。なかなか、今の一発で捉えるのはストレートですね、狙ってるのが。さあ、見てくるんか。いやー、マジか。点取られて。え？まさか負ける？ いや、打ってくるか。マジか。ちょっと甘いとこ攻めすぎましたかね。よし。いや、やばい。1点取られたな。ちょっと返していかないとですね。やばいんで。さあ、集中していきますか。和田さん。なんとか打ちたい。さあ。もうこんなところで負けてるわけにはいかない。んでと思ったらピッチャー交代かな。誰だ？誰だ？誰だ？加山さんか、どうなんすかね。さあ、集中していきます。いや、マジか、正面。きつ。ああいうあたりが一番きつい。いや、抜けんか、マジか。さあ、まあここは代打ですね。いや、なんとか一発で同点お願いします。いや、入んのか。こんぐらいですね。さあ、いや、マジか、やばいぞ。 普通に負けそう。いや、負けるわ。
や、危ない。なんとか。いや、ここでちょっと点取っとかないと。いや、点取っとかじゃないと負けるんですよ。やばい。さあ。ふう。さあ、集中。やばい、なんとか。え、これもう帰ってほしい。いや、帰らんすよね、さすがに。さあ、ギータ。いや、交代か、マジか。帰んでほしかったな、ここでは。森さん、いや、どうなんだろう。いや、ちょっと変化球多いんで絞れないな。さあ、さあ、さあ、さあ。抜ける。よーし、危ない。なんとか同点。いや、今のなかなか 危なかったっすよね いや、ナックルカーブ強いな。今のたまたますぎる。これは、よーし、抜けた。よーし、なんとか逆転。よーし、まあ、ちょっと楽になりましたね。さあ、佐々木さん。入る。よーし。いや、佐々木さんいいぞ。ナイス、ナイス。ふう。いや、ギリギリ。ちょっとこんなとこに 負けてたら。ですね。いや、これ、いや、ちょっと負けられなかったんですけど 危ねえ。さあ、なんとか抑えて勝ちたいですね。あ、ちょっと間違えた。いや、危なかったな。いや、もう佐々木さんナイスっすわ。いや、やっぱ佐々木さんっすね。うん、柴原さんでもですね、5番結構良かったんですけど、佐々木さんだとですね、まあ、チャンスメーカー出なくてもですね、能力上がってくれるんで、結構佐々木さんいいですね、5番。結構ですね、ホークス人生チャンスメーカー多いんで、まあ、佐々木さんクリーンナップとか下位打線でもちょっとおすすめかなと個人的には思ってます。いや、そっか、さっき打たれた、その配球。ん、何狙ってるか分からんな。ナイス。いや、もう継投してくるからちょっと勝ちに来てましたよね。本当に怖かった。いや、よかった、打てて。おお、内川さん。お、2018じゃないですか、しかも。あ、これはちょっと能力下がった後ですね。うん、内川さん、どんな能力で出てきますかね、TS で出るとしたらですね。降格はもちろん持ってくると思うんですけど、まあ、1番目に来るか2番目に来るかってとこなんですけどね。1番目にある時もありましたよね、確か。ミートパワーが結構高かった時です。2018のシリーズ1やったんですかね。まあ、その時じゃないと、能力はその時じゃないと思うんですけどね。で、まあ、弾道とかもですね、どうなんですかね、高弾道か中弾道、どうなんですかね。首位打者の年ですね、確か背番号24やったような気がするんですけどね。さあ、まあ、なんとか勝ったんで、次の試合いきますか、どうぞ。